江田島は、広島県江田島市に属する広島湾の島である。隣接する飲み島とは陸続きで、Y 字型の一つの島となっている。広島市の南、呉市の西に位置する。Y 字型の付け根から、北西部が飲み島、北東部が江田島である。飲み島との間には、江田島湾が存在し、つくも瀬戸と呼ばれる狭い海峡で、広島湾と繋がっている。 飲み島と江田島はもともと別の島であり、日渡瀬と呼ばれる狭い海峡で隔てられていた。後にこの海峡は埋め立てられたが、現在でも日渡瀬は地名として残っている。1888年に海軍兵学校が東京築地から移転して、以来海軍ゆかりの島として認知されるようになり、江田島は海軍兵学校の代名詞となった。 大日本帝国海軍解体後も引き続き海上、自衛隊、第1十課学校及び海上自衛隊幹部、候補生学校が置かれている。江田島は秋群に属していたが、つくも地区だけは1925年2月1日に江田島村に編入されるまでの三島と同じく再帰群であった。江田島村は1951年10月1日に調整を施行して、 江田島町となり、一等一町の状態が続いていた。2004年11月1日に、飲み島の三町と合併して、江田島市となったが、江田島市役所は、江田島ではなく、のみ島の旧大垣町に置かれている。ありがとうございます。